はい、みなさんこんにちは、葵なのです。今日は私のお部屋紹介をしていきたいと思います。それではレッツゴー。まず机はこんな感じです。今日から日記を書こうと思ってこのノートを机の上に置いてます。私の大好きなキルシーっていうブランドのカードっていうかタグをこの間に挟んだりとか、大好きなちゅうここさんの写真を挟んだり、キャンディーストリッパーっていうブランドのものを挟んだりとかして、机の上を少しおしゃれにしています。でここにカメラがあるんですけど、これはおじいちゃんからもらいました。続いてちょっとこれは汚いっていうか、もうこうなっちゃうんですよね、許してください。1段目はイヤリングで、2段目もイヤリングで、3段目はチョーカーとかいろんなものが入って、4段目はリップがいっぱい入ってますね。でこの一番見えるところは 3C とか Mac とかいろいろ入れてます。キャンメイクだったりとかアイシャドウが多めですね。で今最近愛用してるのはこの 3C のチークかなって感じですね。2段目はなんかリップとチーク、3段目はリップ4段目はリップとか、なんか肌のスフレとか、スフレ素顔素顔とかハンドクリームとかも置いたりしてます。こんな感じで机の上は終了です。で次はここは文房具が入ってます。なんか一時期このデコテープっていうのが流行って、めっちゃ持ってます。やばい数が。でまああとは勉強に使ってる。てか水風船の数がやばい前友達と水風船してやばいことになっています。私はそうですね、櫛とかタイマーとか鏡とかが置いたりしてます。でここはなんかこんな感じでキャンメイクとかなんかいろいろなものが置いてあります。2段目は充電器とか、なんかこうやってアイマスクみたいなものとかが置いてて、最後の段は筆箱とかですね。はい、こっちは私のリュックサックが置いてます。こんな感じでちょっとおしゃれな感じのスペースもたくさんあります。これディオールの香水とか、これなんか一時期流行ったプラザのやつとかです。こっちには、ここはカチューシャとかなんかピンとかが入ってて、ここはパックとか入ってて、ここは入浴剤が入ってます。ここにお人形たちがいます。かわいいここは何かというと、じゃん、ネイルがたくさんあります。すごい量だなって思うんですけど、だいたいピンク色が多いですね。ピンク好きです私。っていう感じになってます。これはちょっと光ってくれないやつ、これあとは
ニベアが置いてあったりとか、オイルが置いてあったりとか、ハワイで買ったワセリンが置いてあったりしますって感じです。ここが一番お気に入りのコーナーです。ここを見てほしいなはい、感じで私のお部屋紹介を終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、なんだっけ、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さん、この動画を見てこの休み期間を楽しんでいただけたら嬉しいです。バイバーイ。